今朝はこの時間、ひげの隊長の愛称でおなじみ、自民党外交部会長、参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きます。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、政府は今週月曜から新型コロナウイルスの水際対策を緩和しました。ビジネス目的の帰国者や入国者がワクチンを接種済みの場合、10日間の自宅待機求めていたところをですね、3日間に短縮しました。原則禁止していた外国人の新規入国、3ヶ月以下のビジネス目的の入国を認めます。また長期滞在する留学生、技能実習生などの入国はワクチン接種済みで、待機期間は10日で入国を認めると。水際対策の緩和ですが、佐藤さんはどのような印象をお持ちですか？実は意外かもしれませんけども、緩和になっていないとして、はい、日本人ビジネスマンの一部からはですね、やはり出張を取りやめるとか、出張しても帰国後3日間ではなくて10日間の自宅待機を選択するっていう声もあるんですよ。それはどうしてなんでしょう？それはですね、今回の特例を受けるためには、3日待機というものにするためには、はい、帰国あるいは帰国する前に、はい、誓約書とか、はい、各種の申請書類が何枚も必要で、かなり準備を必要なんですよ、はい、書類審査を関係する各役所の方に出して、その承認がなければ10日自宅待機を3日待機にならないんですよ、さらに帰国してからこの3日間の、検査の後行動ができると言っても、はい、これ提出した行動計画に沿わないといけないとか、公共交通機関を使うにしてもかなりの条件があるとか、受け入れ団体とか政府の健康確認フォローアップセンターの方から健康状態の確認メールとか、はい、位置情報確認が毎日来るんですよ、これ聞いただけでもなんか、そうですね、あんまり緩和になってないと、手続き煩雑だと、はい、だったらもう今まで通り、その10日の自宅待機の中でやった方が簡単だという人も結構いるんですよ、で今回の措置っていうのは観光客は認めておりませんし、またワクチンを接種したって言っても日本が認めてる3つのワクチン以外の場合は、はい、これは緩和をしないんです、はい、つまり中国のワクチン、あるいはロシアのワクチンを打った方は対象外になりますから、はい、もう他国に比べたらかなり厳しいという声が海外から経済からもまだあってですね、特に経団連と経済界からはかなりもっと緩和しないとダメだという声がありましたけども、政治あるいは政府サイドで段階的部分的緩和が望ましいという決断に至ったというのが今の状況です。そうなんですね。あともう一つその心配なのが、ヨーロッパとかロシアではですね、感染再拡大しています。でその政府はですね、感染再拡大の国は制限するとしているんですけども、じゃあ現時点では具体的にどの国かは指定していませんし、その感染が再拡大している国から、今後ですね、入国あと帰国に関して水際対策緩和せず維持されているのかどうか、このあたりどうなんでしょう？特によく言われるロシアとかイギリスが感染が広がっていると言われていますよね、そういう国は当然3日隔離っていうのはこれまでと同じですし、で特にロシアの場合は、はい、ワクチン接種が少ないっていうことからも死亡者も結構多いんです、はい、でイギリスの場合は、ワクチンを早く打ってしまったために、はい、やっぱ抗体が下がってですね、はい、また再感染という方もいるようなんですよ、だそういうことを考えると、そういう感染拡大等の地域からの水際対策、これ緩めることはあっては絶対いけない、はい、政治の責任だと思います、昨年の1月のように水際が甘いためにウイルスが日本に入れるってことはあってはありませんから、はい、感染拡大等の国からのは6日隔離とか3日隔離とは継続しますし、実際入るにしても72時間前に一度検査をしてもらって、はい、で陰性というものが確認されないと飛行機には乗れませんし、日本についても空港でまず1回検査をし、はい、でまた3日目、あるいは6日目にまた検査をするということは今後とも継続します、はい、我々自民党の外交部会等の方からも、感染が拡大している国からの入国者については、特に濃厚接触者とか、はい、陽性リストも含めて厳しくチェックするように求めています、はい、数字が上がれば速やかに対応するということも政府は約束してますから、はい、そこはしっかりと目を光らせるということが大事だと思います、はい、
さて、中国共産党の重要会議六中総会、中央委員会第6回総会がですね、今週月曜から木曜に開かれました。で、総会では創設100年を迎えた党の歴史を総括する歴史決議案、これを審議して最終日の11日採択しました。で、歴史決議、党内で重い意味を持ちまして、過去に採択を主導した指導者は建国の父である毛沢東と改革開放政策推進した鄧小平氏だけだということなんですね。で、この歴史決議の採択、こちらには、習近平国家主席、どのような狙いがあるんでしょう。個人崇拝をさらに高めるっていう狙いがあるんでしょうね。もうまさに習近平主席のための決議と言ってもおかしくないと思います。特に来年の党大会で3期目の政権発足を目指す習近平主席にとっては、自らの権威を高める、そういう布石ということも言えるかと思います、で、これまでも実は2回この歴史決議っていうのはやっていまして、例えば毛沢東あるいは鄧小平の時に、党内の路線対立、これを克服統一するために歴史問題としてそれを総括するためにやったわけです。例えば毛沢東の場合は、このままソ連流のコミンテルっていう形でやるのか、自分が主張する中国のやり方でやるのかということを決着をつけないといけない、鄧小平の場合は、文化大革命の生産とか、より豊かになるために改革開放をより進める、中国の特色ある社会主義、ややゆとりのあるいわゆる小康社会の実現ということをやるために、こう歴史決議ってもやったと、今回は別に歴史的問題があったわけではなくて、逆にこれまでの共産党の功績を確認するという歴史的経験決議みたいな感じなんです、つまり歴史問題決議ではなくて、歴史的功績決議と、習近平の功績を称えて、今後の戦略目標、小康社会から共同富裕というものを目指すんだというものになったようです、先ほども佐藤さんおっしゃいましたけど、とにかくもう3期目っていうのがものすごく大きいですよね。4期目もあるかもしれませんから。そうですか。別に憲法改正したので4期目できないということはありません、まだ2027年で4期目になりますから、まだの年齢的にもまだまだいけるという状況だと思いますから、3期目4期目まで見越した、いろんな動きがこれから高まると。あまりこれ個人崇拝っていう部分が強くなると、共産主義とはちょっと違ってますよね。いろんなこれから圧力と権力闘争は続いていくと思います、さて、その中国といいますと、中国人民解放軍が中国国西部の新疆ウイグル自治区の砂漠にアメリカ海軍の空母や駆逐艦の形をした実物大の模型を作ったことが衛星写真の画像で明らかとなりました。佐藤さん、これはミサイル訓練用の標的として作られたと見ていいんでしょうか。正しくはちょっと違うかもしれませんけども、見て笑っちゃったのは、写真見ますよね、これミサイルで撃たれた跡がないんですよ。撃たれればこれ壊れちゃいますから。そうですね。でこれ線路があったじゃないですか。レールが敷かれてね、移動式のものに対しての目標的なものなんでしょうけども、これ実際に当てるのではなくて、ミサイルの終末軌道というものを確認する、ああいう関係のものなので、実際に直接当てる標的とは違うと思うんです、で実際に今回空母だけではなくて、アークバレー級の駆逐艦に似せたものも2つあったと、しかもレール付きですから、実際に移動しながらやったと思います、去年の8月に実際に、南シナ海の方でですね、移動する船に対して空母キラーと言われるの DF-26B とか、DF-21D というものを発射したと、アメリカはもう、公表してますから、そういうことを考えると、砂漠でのこういう、前段階の試験をしながら、実際に海の方で実際の試験をするということもあろうかと、前もこの番組でお話したと思うんですけども、今回の砂漠は新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠なんです、でまた甘粛省というところにも砂漠があって、そこには米軍の沖縄の嘉手納基地、これを模した実際にミサイルをどんどん固定目標ですから、どんどんそこに当てるというのを標的を設置したいとしてますから、中国の砂漠っていうのは空母などを目標とした
移動目標に対する対艦ミサイルの終末軌道の訓練とか、はい、あるいは固定目標の滑走路や格納庫を目標とした対地ミサイル、はい、潜水艦からの発射のミサイル、弾道ミサイルの実験場、いろんな側面があると。日本だとなかなか砂漠がないの で、 そうです、ね、ピンと来ないかもしれませんけども、いろんなことに使えると、はい、太陽光の発電もそうですけども、逆に砂漠っていうものを有効に使うってやっぱ中国らしいなと思います、はい。ところで沖縄県宮古島市の陸上自衛隊ボラ訓練場への弾薬の搬入めぐって、宮古島市のザキミ市長がですね、今週月曜日弾薬の搬入にかかる平良港の使用許可を出したと発表しました。弾薬の搬入は今年6月に始まったんですが、航空自衛隊のヘリコプターによる少量少しの空輸にとどまっていたということなんですね、佐藤さん、はい。でもこれって冷静に考えると、はい、全くなんかナンセンスな話で、はい、自衛隊がいても撃つ弾がないっていうのはなんか変な話じゃないですか。そうですね、こう宮古島にこういてもですね、はい、撃つ弾がなければ鉄砲あるいはミサイルっていうのはただの鉄の塊になってます、はい。しかも宮古島駐屯地っていうのは、尖閣諸島を含む南西諸島防衛の要なんです、はい。今中国の訓練場っていうのは、沖縄の南の太平洋なんです、はい。沖縄本島と宮古島の間の沖宮海峡を南下をして、その南の方で爆撃とか、あるいは駆逐艦、はい、あるいは潜水艦というものを組み合わせた訓練をやってますので、その沖縄本島と宮古島の沖宮海峡、いざっていうときは封鎖ということもありえますし、そういうためにも訓練をしないといけないのに、はい、もう弾がなければ訓練も何もできないわけです。で、実際に、そういう対艦ミサイル、対空ミサイルを展開しようにも、はい、ミサイルがなければ展開もできませんから、はい、実は本末転倒の話で、部隊ができたときに実際はミサイルとかあるいは弾薬も一緒にセットで部隊を作らないといけないというのは当たり前の話が、どうしても今回のような、はい、まあべこべになってしまった、で市長の方も抵抗したようですけども、はい、もう港湾法を一つ取ってもしっかり安全管理に基づいた手続きさえ踏めば、これは輸送を止めるということはこれはできませんので、これ認めざるを得なかったということを言われていますけども、はい、もうそもそもこういうことがあってはならないので、まあ、今石垣島の方でも新たな駐屯地作っておりますけども、はい、そういうことがないように絶対しないといけないと思ってます、この状況中国が見るとどう思うんですかね。腹を抱えて高笑いっていう人が言ったように、だって部隊ができても弾がなかったら全然怖くもなんともないじゃないですか。やっぱ抑止力っていうのは相手が強くなければ自分が痛いと思いませんし、やったらもっとやられると思いませんから、もう自衛隊が弾もない部隊だけであれば全然怖くもなんともないし、まあ、逆に言うとそういう地方自治体を自分の方の味方につければ日本という国の安全保障は機能しないと、つまり普通であれば安全保障を国の戦艦事項と言いながらも、日本の場合は地方自治の権限が強いということが露呈した一つの案件ですから、そうですね、これは中国に付け入る隙を与えてしまったと言っても、はい、まあ、過言ではない、防衛省の反省材料だと思います、はい。今朝はこの時間、自民党外交部会長、参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。